今回は半熟卵入りデミグラスハンバーグです。見た目は普通のハンバーグでも、中を割ると卵がとろーり。これ割った時感動しますよ。開けてびっくりに子供も大喜び。あふれる肉汁と中から半熟の黄身がとろーんと絡めると最高です。特別感があるので大切な日にどうぞ。卵を茹でる。鍋にお湯を沸かしたら、卵を入れて1分間混ぜながら茹でたら、残り5分そのまま茹でる。 2. ゆで卵を冷やす。茹で終えたら冷水に取り出し、粗熱を取り、皮を剥き冷蔵庫で冷やす。 3. 玉ねぎを切る。玉ねぎの皮を剥き、みじん切りにします。バター 10g と炒めておきます。火が通ったら粗熱を取っておきます。4. パン粉をふやかす。パン粉、ふ、卵、牛乳、粗熱の取れた玉ねぎを加えて混ぜ合わせる。ふはフードプロセッサーで細かくするか、袋に入れて粉々にしておきます。 5. 肉ダネを作る。ボウルに冷蔵庫から出したばかりの牛豚合いびき肉、塩、砂糖、常温に戻した牛脂を入れて混ぜ合わせる。胡椒、ソース、ナツメグ、ガーリックパウダー、ふやかしたパン粉を加えて、粘りが出るまで練り合わせる。よし。6. 肉ダネを楕円型に整える。材料を4等分し、くっつかないように手にサラダ油を塗る。空気を抜きながら中央をくぼまして楕円形にし、ゆで卵を中央に乗せて包み、表面にしっかりと薄力粉をまぶす。7. 蒸し焼きにする。フライパンにサラダ油をひいて中火で熱し、両面に焦げ目ができるまで焼き、焦げ目ができたら水を加えて蓋をして5分蒸し焼きにする。焼き上がったらハンバーグを取り出し、ラップをして寝かせておく。8. ハンバーグソースを作る。フライパンに残った肉汁にワインを加え、強火で加熱し、アルコールを飛ばす。中濃ソース、ケチャップ、砂糖、醤油、インスタントコーヒー、バターを加えて、中火でとろっとするまで煮詰める。できたでー。お皿にお好みの野菜、ハンバーグを盛り付けてソースをかけて完成です。ポイント、卵、冷蔵庫から出したての卵を使ってください。5分半がベストですが、ゆるゆるで扱いづらく、その後の工程で失敗しやすいので6分にしています。6分でもだいぶ半熟です。ゆで卵は崩れやすいので、ゆっくり丁寧に皮を剥くこと。お肉、ここでしっかりこねておかないと焼いた時にボロボロになります。できるだけ卵を真ん中にして成形すること。お肉は焼けて半熟は保てるようにするのが難しいので、最後に卵が入っていないところに爪楊枝を刺してお肉が焼けているかを確認しましょう。なかなか手間がかかるけど特別感があるので、記念日ディナーなんかにぴったりです。よかったら作ってみてください。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。